今回のアップデートからベッフーザのゲットチャレンジの距離が近くなったそうで、早速試してみたかったのですが、アップデートが来たのが夕方、試すのはもう明日かなと思ったところに黒卵が出現。というわけでいざ黒卵です。それにしても今までの距離で悪くなかったと思いますけどね。どういった心境の変化だろうか。変えるならユクシーを対応してほしかったです。8時過ぎなのに結構な人が集まってます。ここまで来たの？こんな大きい箱持って、はい、さっきあのうちの公民館行って、はい、16号のマクナード。すごいですね。この箱、大きい箱持って。ジャスコ来たんだけど。ジャスコはもうないな。イオン？イオン。そういう世代なんで。若そうに見えますけど。夜珍しくない？そうですね。というかもう17人。早い。早いな。じゃあトンボ行こうかなと思った。うん。めんどくさくて。あ、クリちゃんこっち来てくれた。はいはい、ありがとうございます。はいはい、どうもどうも。まさかの二人目になってしまいましたが、大親友のフレンドさんがこちらに来てくれました。そうです。私のためというよりもあちらのグループさんの兼ね合いですけどね。たまたま私がいたというだけです。ゲットチャレンジの位置が変わったそうですね。近くなった。近くなったんですね。まあ前のでも別に当てにくくはなかったんで、逆にね当てにくくなったです。そんなことはないかな。あったかで減ったの？色茶出ました？出ないです。出ないの？まだ私も結構やりました。ようやくですね。ようやくあれが終わり間近だったらもうピンチですね。もうまだまだありますからね、日にちは。サイトもらいます。そうです。2体持ってるっていう。あ、そうなんだ。必殺もらう。もう撃破です。CP2158、うむ。だね。あのテンションを忘れたくない。ゲットチャレンジ黒竜来い。じゃあ緑。いやスローを試したいので来られても困るけど。近くなったな。内心ホッとしてます。だいぶ大きくなってます。変わってないとは思いますが、サークル復活のタイミングを見てみます。うん、変わってない。戻って少し待って復活です。サークルの大きさを顔の輪郭に合わせてみました。顔の大きさでエクセレントでした。余裕ですね。I love you。 せっかくなので地声で I love you と歌うです。スローを試したい時に限って早く取れてしまうのが怖い。 CP も普通だしギリギリまでファイルのみで行ってみます。 I love you。 I love you。I love you.
ゲットです。 I love you ゲットです。惜しい。というわけで別府座近くなってより簡単になりました。これにて調査終了。